こんにちは、店長の松下幸一郎です。今日は納豆に乾燥めかぶを突っ込んでみました。納豆とめかぶどっちも寝る者同士、ぬぬねちゃねちゃ、ぬぬねちゃねちゃ、ぬぬねちゃねちゃ。でも結構美味しいです。僕好みの味です。